女演女優賞は広末涼子さんです。おめでとうございます。三浦編集長よりトロフィーです。皆様、こんばんは。広末涼子です。あの、普通は不倫相手のことを怒っていくのが奥様だと思うんですが。広末さんの奥さんは、まあ、感情を表に出さないお芝居をしまして、あの芝居を見て。はい、監督は何を言いました。怖いな。 その広木隆一監督でございます。えー、ありがとうございます。あの奥様役やっぱり怖かったですか？怖かったですよね。<laughs> でもあの怖いだけじゃなくてもそのな,なんだろう懐の広さみたいなことをやってくれたんですごい助かりましたよ。